放送席、放送席、そして会場にお集まりの皆さん、勝ちましたアルバルク東京ヘッドコーチ選手へのインタビュー、まずはアドマイティスヘッドコーチです。勝利おめでとうございます。 Thank you。 最後まで手に汗握る緊迫した試合でした。40分間戦い抜いた選手たちをベンチからどのようにご覧になっていたんでしょうか。いい試合だったEvery time is tough opponent. Kawasaki, they play really good basketball, very smart basketball, very experienced team. But I think this kind of support that you give, so most important tomorrow to come back with the same energy like we showed in the second half. はい、そうですね。川崎さんは非常にタフな相手ですので、このようにしっかりと最後まで戦えると良かったと思います。本当に、明日ももう一試合、タフな試合だと思いますけれども、本当に皆さんのサポートもありますけれども、我々全体的に、この以上に対して頑張っていきたいと思います。第4クォーター得点を突き放せた要因というのはヘッドコーチはどのようにお考えですか。3クォーターまで分かるかどうか。